分岐地帯だって、立ち入り禁止。新年岳の勾配量の調査を行っています。なので灰が入っていることを見てみると、全然入ってないので火山灰もないそうです。あ、もみじ、韓国だけ登りますはいまだ登り始めて1分息が上がってきたよ赤ずきんちゃんには相当いいわ。あんま助けたいって思えない。よいしょ、着いた着いた。トイレある。え、なんかさ、面白くない？なんかすごい、うん、あれ、うん、こっちに行くか、こっちに行くか、行こう。はい、何池ですか？おなみの池。はい、ボーラ池かと思ってた。おなみの池。おな、あ、雲海。あ、雲がある。じゃあ今から一周したいと思います。最高。もうちょっといいセレフないの？遊歩道って書いてあるし、自然道か。はーい、2022年ここが私のアナザースカイ。2022年終わり。今から韓国だけ登ります。あれ、はい、着いちゃいました、やばいところに。はい、稲垣先輩、はい、どれが山の手すりなのか、それは誰もわからない、わからない、わからない。ヘイ、お尻が出てるね私より下手、私より下手だからリミちゃんを超えていって、その先に、はい、そうだね、 1.2 つまり 1.2 ヤッホー、ミホー、サクラ、ほらめっちゃ混んでる。さあ、太陽よ、我らにエネルギーを与えたまえ。韓国だけだと思っていた。カラクニだっけ。カラクニだっけ。1700m。もう虫がいっぱいついてるんです、我々。見えますか？ドラ焼きを持ってくるはずだったんですけどね。これをドラ焼きだと思ったと言いましょう。はい、半分こ。じゃあ下山しましょうか。はい、バイバーイ。え、交尾してる、交尾してる、引きずられてる。え、それでも怒られてんのかな。あ、もうあんたは帰るよ、そんな可愛い子ばっかりに言って。あ、奥さん、これ結構いい写真だね。増加してるぞ。議会へ降りてきました。西回り、帰りは。着いた着いた。あ、え、あの人休憩する場所端っこすぎない？え、めっちゃ疲れてるんだけど。え、なんかね、あ、こっちも。やばい、静かにしよう。え、でもやばいよね、あの人。休憩する場所。あ、寝返るっと。やっぱ悩んでる悩んでる。イケメンめっちゃ連打してる。あ、考えてる考えてる。え、マッサージしてるマッサージしてる。凝ってんじゃない。やばい、凝ってる。
こう、あ、マッサージしてる女のとこで、え、めっちゃ虫飛んでるんだけど、え、こっち見た、え、やばい、こっち見てる、こっち見てる、あ、やばい、虫に見るって言われてる、これ、これ、これ、振りなよって、え、大丈夫って言ってる、やばい、大丈夫、え、友達、大丈夫、一緒にと下山しよ、絶対に嫌。